唐津東高校を訪れたのはプロバスケットボールチーム佐賀バルーナーズの徳川慎之助選手です。今年チームに加入した徳川選手は唐津東高校の卒業生でチーム初の佐賀県出身選手でもあります。バスケットボール部の練習を見学した徳川選手は目標に対して何をしたらいいか考えて使える時間を 100% 使って頑張ってほしいと後輩たちを激励しました。自分たちの中では気づけないこともありますし、プロの選手からそういう言葉をいただけると本当にためになりますし、大会でも生かせていけるような練習作りをしていきたいと思います。今日体育館に来てバスケを一生懸命やってた頃の自分で、はい、ちょっと思い出してより頑張らなきゃいけないなというふうな、身を引き締まる思いでした。はい、佐賀バルーナーズは現在 B2 の西地区首位で、次のホーム戦は来月5日、佐賀市の諸富文化体育館ハートフルで行われます。